やっぱ今日は大丈夫ね。じゃあ始めてください。 A 番第準々決勝かな、行いますのは小石さんのクリフ、対するゴランさんのテスタメント、ワンピーガオがテスタメント、ツーピーガオがクリフ。おお、なんか木を植えたと思ったら空中足が刺さってるのがあると。なんでは、まあ、頭が刺さって前へ、はい、溜めて足払い、画面端から逃がさない空中足、そして隙の少ない渡る仕掛けていく、ここは空中足2度目は揺らさない。今回ニエスが上にすごいなんか張ってくれたんでね、強そうなんですけど、ここはしっかりダメージを奪っていく。空中クリフ、S 版もかなり硬直少ないみたいですね。さあニエス対決、相打ちになってる。さあ耐えられず、まず一本選手はクリフ。当たったらダメ引き出し、空中足、ウォレントガードが間に合って、ダスト細い切り、おー勝利が出てるが、ここは逃げ、当たらない。さあなんだ、あれは B 版もつかない、つかない。FB 飛ばして落として、ここバスを使っていったら足払いヒット、画面端追い込んで青キャンから触っていく、足払い返して、勝ったのは小石クリフ。これペンがまだあれだ、黒でいこう。さあクリフが無双しておりますが、続きましていきます。あの落合さんのポチャムキンと、あずさんのアクセルですね。方向返しだったんだっけ。魅惑のモデってなんだ。魅惑って書こうとしたの。ストリップレイの試合の方始まりまして、アズさんのアクセルを返しまして、あの落合さんの補助金、さあ2スを捉えていく。この辺の技相性は、まあ、AC からあんま変わってないんでしょうか。まあ、今回やっぱなんか2敗足払いのガトリングが増えてるだけで、結構ヒーからヒーからいっちゃいますけども、さあ端へ追い込んでくる、スラッシュバック、かっこいい。補償金でワールド、ワールドって言ったらあれなんですけど、そういう系っていうのはなかなか難しいと思うんですけども、やっぱ見せるプレーという感じで、やはりあの試合さんはすごいですね。さあもう一度スラッシュバック、しかしガトリングに繋がられてしまって特に意味がなくなってしまう。あーすげえ。うわー、届いていたのか。しかし連戦が早い、今回の連戦は早いぞ。おーやべ、空気のように。さあ近づけない、連戦から逃げる、追いかける、虫が切れてガードができない。あー無理だこれ。苦しすぎる。さあ第4ラウンド、どうする。ジャンプです、ジャンピー、ガトリング、スキューシー届かない。さあワイハイ、アクセルは無理をしない。ここで連戦アカン、いってー、どういうこと。そして2点で近づける、体力が半分、スラッシュバックを取って、やったー近づける、ワイハイ、おーやばいやばい、うわー出ない。ジャッジガンバレットのフェイントキャンセルからのフェイントキャンセルじゃないキャンセルですね、からの星野さん狙っていきましたが、ここがダメでした。さあなんとかして近づきたいが厳しすぎる、どうする。前線がもうガードすら危ない。あーっとここはスラッシュバックを狙ったためにガーフの連戦機が飛んできて、勝ったのはアンサンマークセルです。
あ、じゃあアイマンととある無職の近況報告。え、どっちもっす。じゃあ僕送ってきますわ。ジャッジのね、あのキャンセルが見たい見たいってずっと言ってきてたんですけど、今日初めて見れました。スラッシュバック、そうですね、当たり前のように空気のように出てます。さあ、対対するはとある無職の金庫報告。さあ、この無職さんはですね、あの無試合動画ってことで、自分がやってる動画とかポコポコ最初宣伝としてあげたんですけど、叩かれてショックを受けたということで、これは修行してきたということで、さあその修行の成果として、一応全然決勝までは立ち上がってまいりました。あとはアインマンを倒して動画に残るだけという感じですが、さあこれは IP 対決、カウンターヒットでもらってしまって、おお落とす、あ大将が出ない。さあ今回ね、このクマさんが追いかけてくれるようになったところで、ヘビーラッシュよりかはかなり今のところ使われております。お、アイさん、お花畑さあ今日はアインマンさんのね、ツイッターでの発言がかなり熱かったので、皆さんぜひ焼肉をというですね。さあ走り、さあちょこちょこチョロマンが動かして、なんとか自分から下がりに行って大ダメージを奪いたいんですけども、ここは海側がうまく対応してくる。上海ヒット、さあと必殺技のキャンセルも本来できるようになったんですけど、ここは無理。そして対空潰しの S3H、 次が当てるぞ。コパンがなぜか通って空中チャージ、エンゲスヒット、もう一度。さあクマを通して下がりく中段7枚ヒット、どうしてからできるのかな、あれ危ないですよ。さあレズどうすんの、クマで打ち消して進む、引き戻し前設置、クマが追いかける、そして下誰もいないところに銃で撃って回すのがかっこいいじゃない。勝ったのはアイカイ、これが風雷拳の力です。続きまして、ボブさんのクリフとヒロさんなんじですね。さて、こちらもクリフです。さあね、本日大会前のの試合も配信しておりましたので、ボウさんのクリフもかなり映っていたと思いますが、さあそれに対してクリフ戦をやったのか、やったことがあるのか怪しいヒロさんなんじで、最近全然見ませんでしたね。さあ音返し、しっかり100人から飛ばしてバカボントンさあバカボンの行列、あれやべえな、どこまで移動してくんだよ、バカもんじゃねえよってさあ、ノール中弾と決めていく。さあ、アンチが説教されてる。そして、ぐさっと刺して、よいしょ。さあ、ダメ押し、逃げられない、なので逃げない、出した。さあ、パーフェクトです。なんとかして返していきたい。手を刺さって、刺して、アオちゃん前に勝ったな、ボブリュー。あのアンジがハイソルフージュ一度も当てなかった。さあ、ベスト4が出揃いましたので、行きたいと思います。こいつさんのクリフと、あずさんのアクセル。